もじゃもじゃ。うん、役所から独身女のリストコピってきたよ。助かる。俺なんて襟好みしてないのにデートすら叶わんての。かわいそうに。かわいそうって言うな。つうかさ、なんでお前のとこの女諜報員とか使わねえの。先のスパイ狩りでだいぶやられたからな。適任がいない。人手不足すぎて新たに別の任務が俺のところに回ってきた。弱みを握るのもありだな。ないなら捏造したっていい。なるべくリスクを避けたい。何言ってんだ、あれだって相当リスキーだろ。とてもじゃないが両家のご令嬢には見えないぞ。では採寸いたしますので、お嬢様はこちらへ。うわーにゃ、売り飛ばされる。いい子にしてたら売らない。張り子は既婚者か。好条件となるとなかなかうまくいかない。すみません。大安くん、俺の背後何者。夜、夜、あった。夜ブライヤー25歳。ただの油断か。最近気が緩んで。先ほどからジロジロと何かご用ですか。バカな。危うく人様の配偶者をお誘いしてしまうところでした。まあ私なら殺し返しますけれど。え、殺し屋、スパイ殺し屋。あにゃ、ワクワク。